平水印は、近太子の応印に使われる106一般に死印と呼ばれるものはこの平水印を指す。節音系の印象を整理したもので、中高音の音印体系を表している。上平成十15音下表彰15印、上彰29印、巨彰30印、日彰17印の計106平水印という名は、 平水という地名に基づくものであるが、その由来には二説あり、平水で観光された金納綾華の平水新官霊部員略によるというものと、水のエネ新官霊部員略を表した龍縁が平水出身であったというものがある。二0一年に、敦行伯航区付拓の石屈から出土した廃寺院残刊におは、平水院の百六6院と合致しており、高田時代は龍縁の本屋、 廃イ印を王綾香の本の本国本であるとする。宋代の会員書である、公印は206印の体系を取っていたが、同様といって隣り合う二つないし三つの院について、応印し合っても良いという規定が定められていた。この同様をまとめると117印になる。その後継有6年には、同様、規定13箇所に変更が加えられ、実質108になった。 カキ試験用に簡略化した印象である、霊部印略にはこの状態が反映されている。これを、同様でなく、最初から印名を統合してしまい、さらに上昇の、K、小、巨昇の、K、小を併合して各一印減らすと106印になる。この印名は、金の長高志鈴、総書印会や元の影と木を、印不群力でも採用された。平水印は、この後、 近代史の応印の根拠として、現在に至るまで用いられた。身代の配分印譜にも、平水印が使われている。なお、表彰の字が多いため、表彰は上下二巻に分けられ、それぞれ紙平語へ、下表彰と呼ばれる。これは、節印以来の伝統で、単なる書物編成上の都合に過ぎない。平水印は応印に使える字を増やすために単に、 節音形印象の隣り合う印を機械的に一つにまとめただけで必ずしも中国語の実際の発音を反映していない。このため現実の音で同じ音が二つの印に分かれたり、現実では違う音が一つの印に押し込まれたりすることになった。例えば十三弦には ENN や NN などの様々な印母が含まれ逆に同じグイという音でも、ただしは四子、木はこび。 形は8歳であった。したがって、詩を作るには、どの字が、どの意に属するかを暗記する必要があった。緩和辞典等での4世表記四隅の検点により4世を表す、緩和辞典等での因名の表記例、ただの字は、表彰の死因、または、上章の紙印という意味。ありがとうございます。